うまい。あ、ペーロンの人がうまいんですか、ザンギ戦は。どっちですか。いやいや、相手はうまい。相手はかなり強いです。最初はやっと面食らうからな。差し返しうまくねみたいな。こっちの人やな、もうすんげえ。ほら。初めて。確かに、僕頑張ってるから。あ、なんかでも1回あったような気したけど、あの、次の予選に1回出ました。あー、そっちですか。あ、そうなんだ。何もしないモード入っている。あ、あの人なんだ。あの人です。埼玉の。埼玉でしたっけ。埼玉、埼玉、埼玉、埼玉。なんかあそこっすよ。なんだっけ、ちょっと場所忘れちゃったけど、ゆうさんと俺がよく、あー、なんだ、夜再生するとこだっけな。俺同じ埼玉なのよ、マジで。池袋が近いんだよな、まあ、確かに。あ、三橋かな。あ、多分そう、三橋か。上原さん。我慢強いの、きついな。この人我慢強いっす。坂戸戦もうまいんだよな。あー、うまいでしょうね、ゆうさん。あ、ゆうさん、ゆうさん、ゆうさんが豪気積みとかですよ。みんなバカよ。みんなバカ。あ、けど、まあ、気持ち上がる。豪気積んでる。気持ち上がる気がするな。入った時に見たら、ユウさんマジでやる。うまっ。お前も面白い。さすがに積みようがねえだろ。大会で今の負け方だったら悲しいな。積みとか言って。ユウさん、本当思ったことすぐ言うから、ね。じっくりやられたらきついんだろうな。別に自虐中じゃないから、ね、あの人は本当に。そのユウさんがノータイムで積みとか言って言い始めたのが俺面白かった。そんなさ、ユウさんしかも冗談で言うんだろうけど、言い方がね、いや本当苦しいって顔しながら言うじゃないか。その後 AE でヤン強かったじゃん。はいはい、でユウさんヤンになったじゃん。はい、でヤンナンギ積みまた同じ悲劇が繰り返されてヤンナンギのがまだ分かるな。まあでもヤンナンギはきついからね。まあきついだろうねって言ったんだけど、ヤンギさん、ナンギすぐ積みますね。積みとか積みそうなのが受けるよな。やっぱ頑張るな。なんかあのアメリカのスネークアイのね、はいはいはい、ザンギも相当頑張るんですよね。いきますよ。やることねえな。うわぁ、追いついた。てか、ウルコン2なんだね。うわぁ、うまい。あーっと、フォローは。なんでウルコン2なの。いや、そっちの方が、あの、リードされてる時絶対きついんだ。ああ。私、その、けど、ウルコン2があると、飛びとかで、かなり。あ、まあ、確かに。あと、ウルコン1当たんないよね。そうだね。だって EX のバニットを食らっても全部飛びでいいんだ。後ろ飛びしちゃえば痛いの食らわないし、ループしても絶対ゲージ使うんだ、うんうん、読み合いになんないから。読み合いになんねえかな。読み合いになんねえかって言っても明らかにこの楽勝で勝負を抜き出して、画面端いってもうまいんだよな。画面端いったら攻めちゃいけないんだこっちは。あのスクリューのリターンが上がるから。ああ、そう、奥攻めできるようになっちゃう。うん、だから絶対にいっちゃいけないんだよな。ただこうやって負けてるときはマジであるだから。これはきつくない。いや、きついっすだけど、なんだかんだいけちゃう感じなんですかこれ。まあ、おわー、しっかりしてるね。それはしっかりしてる。うわわわわ、しっかりしてる、しっかりしてる。いや、今よかったな。おいがー、刺さる。いや、9だよ、これ確か。なんすか、これマイナス9です。いじくれ足りません。すいません、ペロス。すいません、いじくれ足りません。いじくれ、うるさい人、ちょっとやりたがりなところもあるからね。なるほどね。今さだったから許して。今さだったから今心意気を見てほしいみたいですから。なるほど、9はダメですね。スクリー使ったの見て、劣化だったから、もう次絶対ウルコン入れようと思ってたのが、ね、最大みたいな。あ、これ台湾の残業は多分いないね、効かないよね。韓国にかなり強い残業はいるんだよね。あ、そうなの。俺ネットをやったことあるんだ、韓国いるときに。はい、すごい強かった。へぇー、あ、すごい今強気ですみたいな。残業って難しいだろうな。むずいだろうね、むずいっていうか、むずいっていうか、まあ、なんていうか
ら待つのが好きなのでしょ、人が使うキャラなんですけどね、どうなんだろうね、まあ、でもおほーと男らしいんだよ男らしい、今となっては残念もそういうキャラになっちゃったけど、あ、まあ、そうそう前の方の時に、あ、はい、あ、いや、そっちの、こっちの、なるほど、なるほど、まあ、今の選んだ方が良さそうだ、うん、下方の、あー、来たね、フミト君っぽいな、今あの、何、あと、つる、つる動き、なるほど、ちょっとボンちゃんっぽかったですね、今の言い方、動き、そうだね、俺ならもう一ひねり、あ、もう一ひねりですか、顔までやっぱついてた、俺の分、俺顔つけれないんだよまあ、つけなくていいですよ、ほら、もういいね、ほら余裕出てきた、ほら余裕出てきた、うわたまに折れますね、折れるな、おかしい、まあ、あとしゃがみ大将ね、どうにかして打ちたいんだろうなっていうのが出てきますよね、解説どうすんだろうな、これ、お、うまい、うまいとか偉い、止めた、止めた、あ、わかる、わかんないな、あー、さっき来たのに下ってるじゃないですか、ガヤシ当てたい、危ないですよ、危ないですよ、一応垂直、あー、わー、うるこみです絶対書くんでしたもん、書くんねえから、絶対書くんねえ、今この人入力をしてました、素晴らしいです、うわー、純粋 EX ですらね、え、けど重ねたら勝てるよね、重ねたら勝てます、重なってなかったね、重なってなかったんでしょ、すごいな、ノーマル大スクリューっていう選択肢、いやでももうあそこまでいったら、やべやべ、うん、もうあれじゃない、これ相手やっぱいい、ゼロゼロスパパ使ってくるのかな、なんすか、なんすか、なんすか、お金も変わってないから、するし、まあ、とりあえずやったほうがいいんで、いやいやいやとりあえず、スキルね、いや、無駄にあげしたらきついでしょ、あそこで、ノーマルスクリューって投げむときあるんだっけ、いや、ないと思うんですけど、いや、起き上がりのただのあれでしょ、投げむ的、投げ無効時間があるだけじゃない、ああ、じゃあ、ないはないんだ、だったら EX スクリュー打ったほうが良さそうだね。スパコン出なかったとかあるんですかね、この人、うん、我慢強すぎるよ、ガーってやって、あ、出なかった、ノーマルになっちゃった、ドーンで、この人坂戸戦も我慢強いからな、坂戸戦我慢強いってすごいな、いや、ペイロ戦わかるんだ、うん、ペイロ戦はだってあの行ったら負けるから、うん、ほらほら、ちょっと真ん中の処理とね、反応がいい、この人、うん、残念使いって反応いいと思うよな、うん、まあ、あまりにも 無理だからな、ね、そう EX バニーで慣れてるんだろうな、あ、球を見なきゃいけない、やっべ、やっべ、今のレッカ超うめ、自分自分自分になってきた、うわーねえ、いや、これでも逆にウルコの道じゃないからこそできる、うん、ね、ですよね、あ、あ、どうして待てないんだ、いちいちショットだから、あー、なんじゃこれ、なるほど、なるほど、まあ最勝ったんで、まあ、まあいいんじゃないか、これで、まあいいんじゃないですけど、まあ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 、まあまあ、こんなもん